来年の10人タイラー待ってるよ。イエーイ、ありがとう。それではあのやりにくいとは、いやそれはまたガラッと違いますからね。行きましょう行きましょう。大変毎年やりにくいんですが、そんなことないですよ。次そうそう、あのうちの踊りを生かしていただくように、ああ大丈夫ですか。ちょっともう寄ってますからね。恐らくはい、浜町のみんな、トイロの後の気合はええかね。浜町さんってあの、ね、あの子いるんですか、あの27時間のあ、おりますよ、27時間テレビ。本気リオちゃんもおるぜよ。リオちゃん27時間見てたよ。応援ありがとう。加藤浩二が嫌いないもんね。そう見てたよ。では浜町花神楽みんな並んでください。パンチが得意なね、リオちゃん。パンチがね、あ、どこ行った。パンチが得意なのもんね。うるさいおじさん嫌いな話、テレビで言うと多分僕嫌われるタイプ。完全にそれ僕。え、いいよった。あ、やっぱり言われてるらしいです。はい、浜町花神楽はですね、いろんなチームの皆さんとも仲良くさせていただいておりますが、ちょっと前にありました10人十色で踊っておりまして、残念ながら踊れなかったお二人とかも、余計なことかもしれませんが、浜町で引き取らせていただいて、2年前の夏一緒に踊らせていただきました。そして今年のスーパーよさこいと、この U でまたその2人と一緒に踊れることをご縁の深さなどを感じて感動しております。浜県つばやん頑張るぞね。そして浜町花神楽準備はええかね。浜町花神楽行くぜよー。